はい、今ですね、クロアチアのドブロクニクにいます。ドブロクニクで、これからね、イタリアのバーリまで向かうためにこのフェリーに乗るところです。で、本日2010年8月の20日、ね、夜10時に寝て、翌朝8月21日の朝8時に到着します。航空時間10時間です。久しぶりのね、カイロでの、越境になります。カイロでの越境っていうのはどのくらいぶりかな。2年と3ヶ月ぶりぐらいかな。エストニアのフィンランドからね、ヘルシンからエストニアのタリンまで行った時、カイロで越境で、その前が、スウェーデンからのスウェーデンのソコールムからフィンランドのヘルシンキまでね、シリアライン乗ったりとかね、あとはマレーシアのランカウイからタイのサトゥーンまで、これもカイロで行きました。久々です。これなんかですね、車もね、みんなね来てね、バカンスを楽しんでます。そこがなんか怖い。